マルーブラはニューサウスウェールズシドニー CBD から東南1 0トルに位置するさ、バーブ。シティオブランドウィックに属する。全体的に起伏の大きいリアス式海岸の地形である。1898年のヒアワード号難破事件の写真。マルーブラとはもともとアボリジニの言葉で雷の場所を意味する。ヨーロッパ人がマルーブラに居住を開始したのは、 1861年のことで最初の居住者はハンフリー・マクヤンという人物であった。1870年代になるとマルーブラで専門業がマルーブラ湾の北岸に没興し多くの人が居住を開始した。マルーブラが新聞のトップに初めて登場したのは1898年5月6日のことである。1513トンのヒアワード号がニューカッスルに向かう。 高校の途中にトップのために難破した事件である。難破船は過去遺跡を建設することで除去しようとしてその試みが失敗する数年の間、マルーブラ湾の北岸に残っていた。ヒアワードストリートの名前が現在のマルーブラに残る。マルーブラが大きく発展を遂げたのは1910年代に不動産デベロッパーのアルバート・ダッドレイがマルーブラにおいて 住宅開発を展開したことにある。ダットレイは、さらに、路面電車を、シドニー CBD から、ダットレイの不動産会社の本社がある、マルーブラジャンクションまでの建設を陳情した結果、1912年に、路面電車が開通した。最終的には、1921年までに、路面電車は、マルーブラビーチまで延伸した。1925年から1934年に、 かけて、アンザック大通りとフィッツジェラルドストリートの交差点が建設された。しかしながら、コースの危険性のために、わずか9年で閉鎖された。1947年、コーラルシーパークの建設が開始され、この事業は1961年に完成した。2005年に発生した黒なら暴動では、マルーブラにおいても暴動が発生した。100台以上の自動車が、 中東系とアングロサクソン系の若者の衝突によって破壊された。2006年にはマルーブラビーチがオーストラリアで2番目の国立サーフィンリザーブとなったはムーアパークからラペルーズまでを貫く大幹線である。路面電車が廃止されたことからマルーブラの公共交通はバスに依存している。394系統、399系統の バスは、それぞれ、ラペルーズとリトルベイを起点とし、マルーブラジャンクションを経由した後に、シドニー CBD へと向かう系統である。一方で396系統、397系統のバスは、それぞれ、マルーブラビーチ、サウス、マルーブラを起点とし、マルーブラジャンクションを起点としている。また、マルーブラビーチを起点としている395系統は、 アンザック大通りからセントラル駅へ走る系統である。快速運転を行うメトロバス加えて、マルーブラジャンクションは400系統、410系統のバスが走る。400系統、410系統は、ボンダイジャンクションからシドニー東部のサバーブを縦断し、マルーブラジャンクションとシドニー国際空港を経由して、バーウッドへ至る系統である。また、 メトロバスと呼ばれる赤色のバスは、マルーブラジャンクションから、クイーンビクトリアビルディングを経由して、シドニー大学、ライカートへ至る系統である。それ以外にも、マルーブラには3 3、316.317 37、376.377 35、353系統がある。ストリートエドマンド、S アングリカンチャージ、ワイルドストリート、ありがとうございます。